やう新平太だぜぜぜぜ。はいはい、ということで、はい、本日なんですけれども、日付が5月の24日ということで、はい、今週末ポップユアーズが、あ、ポップユアーズってこの時期か。去年が初めてだったよね。今年もやるぞと。もうヒップホップもすごい時代だよね。なんか MC バトルの規模がさ、でかくなってて、これすごいなと思ってたけど、このライブイベントとかもうフェスじゃん。ヒップホップだけのフェスが近年、もうコロナ明けとかぐらいなのかな、ブワーってできてるし、それが全国に広がってってる感じかな。もうその草分け的存在になっていくのかな。ポップユアーズが今一番有名か。ヒップホップの人しか出てないフェスが売り切れんだもんな。やばいよな。そんなポップユアーズの YouTube アカウントの方からですね、うんうん、最近 MV とかがちょこちょこ上がってるんですけども、はいはいはい、フィメールラッパーのマイクリレーのやつ見ましたね、はい、そんな感じで上がってるわけなんですが、うん、本日は新平さんにこちらの動画を見ていただこうかなと思いまして、はい、ポメロ、ラナ、MFS、マーク・ワトソン、マクハリ、ミュージックビデオ、ポップユアーズ用の曲ということか。またメンツがボンベロ、FSL でも見ました。 MC バトルの好きな人でもボンベロおなじみっていう人は多いかもしれないですね。楽曲サイドでもボンベロはこういうところにグイグイ最近頭角を現してる感じ、素晴らしいですね。そしてラナ、これはレックスの妹として最初は知ったんだけど、そんなの関係なくクソヤバい何になったとかだっけ、爆売れ中、まあ本当アップカマ、これから一番スターになる可能性があるっていう人。そして MFS、 ちょっと俺 MFS 存じ上げないな。まあ去年の DJ チャリーさんのですね、うん、1年間をまとめたジャパンクラブヒッツっていうミックステープがあるんですけど、うん、まあその中にもバウっていう曲が入ったりとかして、うん、まあこれからアップカミングなアーティストって感じですね、うん、プラスワトソン、はい、アドレナリンのライブだっけ。そうです、決まりましたね。ついに俺生で見たことないから見れるな、嬉しいですね。まあまあまあ超嬉しげなメンツを集めて、このポップユアーズをレペゼンする曲というか、幕張だ、まあちょっとメインテーマみたいな曲ってことを作った。人選もやばいですね。トラックは誰なの。あ、ゾットオンザウェーブ&ダディバンヤ。いやー、この曲間違いないでしょ、このメンツだったら。まあそうだね、それを完全に狙いに、だそういうのをひっくるめて全部パワーアップしてる感じがしますね。こうイベント前にする楽曲が上がるってことはイベントで絶対やるわけじゃん。でイベント楽しみにする人は聞くわけじゃん。うわめっちゃ行きてって言ってもう売り切れてるわけじゃん。配信で見るわけじゃん。これはポップユアーズは全てにおいて1枚2枚上手なイベントなのかもしれないね。運営がめっちゃうまいね。見てみましょう。存在感やばいね。なんだろう、この何とも言えない声。新しい歌姫って感じなのか。で、なんとも言い難い、いなかった感じの人なんだね。声、メロディーセンス、ちょっともう完成されてるし抜けてる感じなのか。 JP The Wavy とジグのアルバムの曲も今日聞きましたけど、ちょうど発売日。これはもうスターになっちゃうね。何なんだろう、何が違うかって説明できないけど、聞いて違う人って違うんだね。それが今じゃこの幕張に立つぞと。一気にスターダムに駆け上がりそうなレベルでいうと半端じゃない。やっぱフィメールでここまで歌えると、そのさらに上の次元まで行っちゃいそうな感じがしますね。うん、いいフック。ビートもやっぱまあ当然ですけど超かっこいいしね。強がってたら強くなれた、だが今の自分に必要ねえ。強がってたら強くなれた、だが今の自分に必要ねえ。強がってたら強くなれた、だが今の自分に必要ねえ。バスクの基盤中詰めたバーバーで何に困っていくか。たくさんのファントファン、真っ赤からめとボスワン、死ぬ子の言わしごとをこなす、集まるバーナーで待つのね。パンチライン多いし、うまいんだよな、死の号の言わず仕事をこわ、死の号の言わず仕事をこなすとか。やっぱ俺みたいなライム好きが聞きつつも、やば、うまって思うんだけど、完全に今の音源の人たちにもフィットしてるという。ボンベロみたいな MC バトルに出ててこういうスタンスが取れる人って本当稀有だよね。
16で憧れた17で覚悟決めた。疑われるドラマダボダボ埋めてる20誇る俺と仲間でも満足まだまださらに今してるわがまま、ここには誰も来れない邪魔に俺は俺だけの王様に OK OK 私のターンで、ボンベロ見事。そしてこっから MFS、 すごい存在感のある、もう全部兼ね備えてる人しか出てこないのかもな、若いこの中からはね。当然ルックスもなんかこう引きつけるものがあるし、スキルなんだって当然だし、でもボンベロも言ってたけど、16で夢中になって17で覚悟決め、もう決断も早いしさ、すごい時代。めちゃくちゃかっこいいな。なんかこの肩の力の抜け方素晴らしいね。どこかどう言葉じゃ説明できないけど、やばいアーティストだっていうのはもうみんなわかるんだろうな。すごく肩肘張ってないフリースタイルシットって言ったらあれだけどさ、自分を信じてこうやってきたらここに来てたよみたいなメッセージなわけじゃん。それをこう肩の力を抜きながらやってもこれだけの存在感、まあ、自分の16小節の中にこのメイファンマーニーっていうとこがフックみたいになってんだと思うんだけど、16小節の使い方も若い人はやっぱ全然違うね。こっからまたラナのサーブ。忙しい街うちら can get rich 少し前までは they don't know about me 今では立てるここ幕張。これは曲としてめちゃめちゃかっこいいな。それ何回も聞くなし、幕張で見たいよね。だって多分このポップユアーズでしか見れないよね。こういうイベントの曲です作りました、それが本当にかっこいいって難しいことだからね。これはでもライブで聴きたくなっちゃう名曲だね。幕張って言ったら超目玉なわけじゃん。でそれぞれ見たいアーティストいっぱいいると思うんだけど、でこれは完全に目玉の一つになるよね。そんでここからワトソンが最後どう持っていくのかと。ラナのバースが入ります。ラナのバースも入るんだ、フックだけじゃないんだ。聞いてみましょう。すごいな。もうラナみたいなラッパーなのかシンガーなのかっていうか、もうこれが標準装備になっちゃうのかな。でもこれを見た若い子はこれを超えようしてくるわけでしょ。すごいね。俺が幼少期にこれを見ててラッパーを目指すかって言われたら壁が高すぎて目指さないかもしれないよね。できそうだ俺にもって思えるレベルじゃもはやないよね。それが10代でここまでも才能開花しまくり、20代前半とかで才能開花しまくり完成しまくりっていう、でここからさらにアーティストのキャリアをみんな積むわけじゃん。これ日本のヒップホップって思ってるより半端じゃないことになるかもね。爆発的になるんだろうな。 10.5% の iPhone 目元で見せつけてあげたいのもう入りから完璧だもんね。さあ、10.5% の iPhone、 声質も相まってこう入りの一番大事なところをこう身近な 10.5% の iPhone で歌詞を書いてた日々からっていうストーリーが始まるわけじゃん。
いやー、ほんと引きつけんのがうまいね。10点 5% の iPhone 目元で見せつけてあげたいの、もうすぐ買う BBS ダイモン、ほんまになっていくの最高、すぐ買う PBS ダイヤモン、本物になっていくの最高。今このアップカミングしてる瞬間、今に ワトソンなんて、まあ、まさにそういう瞬間なわけじゃん。こういう瞬間にしか出せない魅力も絶対あるし、その上がってく様っていうのはさ、一番ドラマチックなところ、それを今日本のアーティストの中で一番目撃しやすい人なのかな、ワトソンは。うわ行くだろこれ、まあ、言ってるけど行くだろこれっていうところからちゃんと行って、こう一個一個無駄のないパースを落としていってる最中ですよね、まさに。でこういう人を見とくのはすごく意味のあることだよね。今しかこの瞬間は見れないからね。今は気にせん、ハイサラの中のスイカラの中さ、ドイツキャンセル耳栓して寝る新幹線が痛いでパジャマ、よく平気っていられるな、異常な仕様な生活いや、帰るため忙しい愛のちんちゃん、飼ってた愛犬の犬は死んだ、去年運の今頃破れたダウン、今もくれる時夜を買う、21歳死ぬ気でやったがこの通りピンピン生きとった、ギャルと見に行く、ギャルと見に行くミニオンか、今日頑張って近づくミニオンドラ、ミニオンドラって言ってんですね。まあ、21歳死ぬ気でやったが、死ぬ気でやってんのが伝わりましたよね。去年から今年死ぬ気でやったが、このピンピンこの通り生きとった、でもギャルと見に行くミニオンかっていう、ちょっとギャグじゃないですけど柔らかめにするラインが入って、最後今日頑張って近づくミリオンドラ、ミリオンダラに近づいていくと、うん、その背中をマジで見せてる感じですね。いや最後みんな素晴らしいけど、やっぱワトソンの存在感、声とリリックの立ち振る舞いもですけど持ってきますね。マイクリレーの最後ってやっぱこうアンカー一番大事ですけど、しっかりもその仕事をこなしますもんね。ギャルと見に行くミニオンか、今日頑張って近づくミニオンか、散り散りから今この街、忙しい街、うちら元気リーチ、少し前まではゲイドのバッピー、今では立てるここマクハリー、散り散りから今この街、忙しい街、うちら元気リーチ、少し前まではゲイドのバッピー、これは素晴らしい。いやこの曲は食らうね。すごくバランスのいい曲としての完成度がめちゃ高い一品でしたね。現代のこうマイクリレーの形っていうのがだいぶ変わったんだなっていうのを改めて実感しますね。でその入れ替わり立ち替わりも見れつつ、ポップユアーズあれだけのメイン役と見れるわけですからね。これはもうでもこの動画が終わる頃には終わってるよね。上がる頃には終わってますね。アーカイブとか残るのかな、うん、まあ、ちょっともうポップユアーズは終わってますが、引き続き動画とかで見て、あこのライブ行きたいなとか、ヒップホップの現場どれでもいいと思うんですよ。自分の好きそうなのにまず行ってみて、で興味の幅を広げていく、すごい大事なことなんじゃないかなと思います。はい、というわけで本日はボンベロラナ MFS ワトソン幕張、そしてポップユアーズ見させてもらいました。シンペイトでした。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。